大森寺は、東京都三鷹市井の頭にある、天台宗の寺院。三号は明星山。陰号は、円光院。本尊は、薬師如来。都立井の頭恩賜公園内、井の頭駅にある、井の頭部財店の別当時でもある。井の頭部財店黒い三門と同、同票、歌川広重、名所雪月下で描かれた設計の井の頭部財店。 大森寺の創建の詳細については不詳であるが、1652年に寺院となったと伝えられる。井の頭部財天堂は、井の頭略演技によれば、平安時代の天行年間源常元が創建したものと伝えられ、その後源頼朝が1197年に再建し、別当となる帽子が建てられたと伝えられる。 1333年、日田義貞が鎌倉を攻めた際に消失し、衰退していたが、江戸時代に入り三大将軍、徳川家光によって、ようやく再興されたという。1923年の関東大震災で被害を受け、現在の同社は、昭和初期に再建されたものである。縁起によれば、本尊の米在天像は789年平安時代の、そうで、 最長の策と伝えられている。甲州街道を高井戸からは経陸り久我山、群れ村を経て参道に至る道筋には、要所要所、井の頭弁天道などの道標が建てられている。特に参道入り口黒い三門の横にある七百四十五年の神田御用水源伊賀調べ天と刻まれた、沙尾石は、長さ二点四メートルと堂々としたものである。弁天堂の周囲には、 我こそ、弁天の化身だと申して、池に受水し白蛇になった松原の三枚う六子が、首にある娘を忍んでくようのために作られたと伝えられる、神像、人七1771年の狛犬、鳥居、バチ、鉢、1817年の石橋、1833年国、灯籠、など多くの奇神物が見られ、弁天信仰の盛んであった、ご感じられる。 弁天堂の正面から左手奥へ進んだところに七井不動村の小さなお堂がある。ありがとうございます。